すする TV ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、もうどんだけそのまんまなんだっていう名前がついてるお店はこちらです。ドン。東京メトロ千代田線赤坂駅から徒歩3分くらいのところにありますジロリアンさんにお邪魔してます。もう名前の通り二郎系のお店ですね。二郎系のラーメンを好きな人のことをジロリアンって言うんですけど、それをもうお店の名前にしちゃうっていう、まあ、なかなかね思い切ったお店ということで早速行っちましょう。レッツゴー。さあジロリアンさん、シンプルな食券制です。今回はラーメン中に豚増し、さらに味玉をチョイスしました。コールのタイミングは食券提出時なので、野菜ニンニク油をお願いして待ってるだ。こちらがジロリアンさんのラーメン中に豚増しと味玉、野菜ニンニク油です。うわい、この油サラダがはかどりそうな見た目。とにかくワクワクするぞってことでいただきます。まずは油をまとった野菜をそのままパクリ。甘じょっぱい油と固めの野菜はすする好みでどんどん進みます。では卓上のタレをかけて、さらにしょっぱーにしてどんどん食らっていったところで豚の登場。一口で食らってみるとでほー、小ぶりで肉質しっかり系ですが、歯がサクッと入っていく優しいタイプ。味もよく染みていて破れかけのタロットを投げちゃいそうです。さあまた野菜をガツガツ食らってたどり着いたのは浅草開化楼の麺、中太の縮れ麺をすする。パティー、醤油がキリッと効いた非乳化タイプでスープはパンチがあります。麺は片茹でのワシワシ系といった感じで、とにかくスープはすする好みで You got me って感じです。さあもうどんどんすすっていると後半はニンニクが溶け出してきて、さらにパンチが加速。そこに追加で卓上の一味を投入すると、これがまた食欲増強剤となってどんどんすすりまくります。そんな感じでまた豚食らって、残りの野菜と共に麺すすって、ラストはゴチバトルで最下位卒業となった明日も食らって本日も完食です。大変失礼ました。しっかりパンチのある非乳化スープが印象深い一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、ジロリアンさんに行ってきたんですけれども、シンプルな二郎系で良かったですね。スープは非乳化で結構醤油が効いてていい感じでしたね。もう生卵が欲しくなる味でした。麺は浅草開化楼製の縮れ太麺だったんですけど、これがね、平打ちのやわめになったらもっと僕好みだったかなと思いました。野菜も結構くた気味で上にかかった油も甘じょっぱくてとっても美味しかったですね。それにしても赤坂であのくらいの値段ってかなり安いと思うんですよね。で、普通に美味しかったので、ぜひ行ってみてください。それではすするの公式キャッチフレーズ、ジロリアンさん、食べる方も作る方もジロリアンや。はい、